はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。今回からは、ウィニングポスト10/2024をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、では、ニューゲームで始めていきましょう。この前までやったね、ウィニングポスト8とどこが違うのかっていうものですね。あとね、ウィニングポスト8が PS4 のゲームやったんで、決定ボタン丸なんですけども、この10はもう PS5 なんで、決定ボタンが×に変わってるんでね、そこら辺もちょっと間違えないようにしていきたいと思います。ウィニングポスト10/2024では、エディットで変更した隠しネタを使用できますが、ゲームを始める前に、エディットデータを用意しておかないとこの機能は楽しめません。このままゲームを始めてもよろしいですか？特にエディットデータがいいので、このまま始めます。お、国民的アイドルホース、ハイセイコー。対するは宿敵ができる豪客、タケホープ。大井からやってきた一頭のスターホース。スタートする都市が1、2、3、4、5。日本競馬史に3000と7種類あるんや。歴史的対決の火蓋が今切って落とされます。73年84年91年。皇帝から帝王へ、東海帝王。立ちはだかるはターフの盟友、メジロマックイーン。若き帝王か、はたまた小馬の絶対王者か、最強の座をめぐり互いの誇りをかけてぶつかります。98年。キラ星のごとく輝きを放つ優俊たち、影なき逃亡者サイレンス鈴鹿。ベストサイヤーの98年ぐらいからはね、グラスワンダー、そして僕も記憶ありますね。ちょ、73年、84年、91年っていうのは VTR とかね、テレビとか YouTube では見たことあるんですけども、実際にはね、見たことないですね。個人的にはこの2005年あたり、この辺が一番競馬見てましたかね。ハーツクライ、ディープインパクト、ゼンドロブロイ。金色の暴君オルフェーブル、そこに挑むは破天荒伝説ゴールドシップ。おごるしね、ジェンティルドンナ。ジェンティルドンナ、強烈な個性を持つスターホースたちが最強の座をめぐって激突します。ミサイバリキツナもいるね。世界が認めし春祭イクイノックス、自由を映す気高き宝冠リバティアイランド。歴史に名を刻んだ優秀たちの戦いはフィナーレを迎えました。さあ、ターフを沸かせ新時代を切り開くのは一体どの馬か。僕はね、もうスタートする年は決めてます。この2025年からいきます。はい、はい、ウィニングポスト10/2024の世界へようこそ。はじめまして、私は大阪弥生と申します。この度馬主としてデビューされる方がいると聞き、手続きのお手伝いに参りました。はじめまして、私は島倉ゆえと言います。オーナーのお力になれるよう精一杯進めさせていただきます。それからもう一人、こちらはちょえ、私のことを知らないってマット、フリタニメアちゃんで、可愛い名前聞いたことない、しゃあない、忘れらんなくなるくらいサポートしてから、これからもよろっと。弥生、ゆえメアですね。弥生ちゃん、ゆえちゃん、メアちゃん、今日も元気だね、メアちゃん。ちょっと胸が軽いところもありますが、彼女も立派な秘書候補なのでご安心くださいと。秘書見習いかな。さて、これからオーナーさんは牧場を運営していく競走馬の生涯や生産育成を行う、いわゆるオーナーブリーダーとして活動していくことになります。
牧場の解説はこっちで進めとくから安心してね。まずはオーナーのことを聞かせてよんと。それでは私たちがサポートしますので馬主登録の申請書に記入していきましょうと、まずは難易度をはじめとするゲームの遊び方を設定します。1段目の難易度は対戦相手となる競走馬の強さです。難易度を上げると対戦相手の競走馬も強くなり、下げると弱くなります。適度な歯ごたえでプレイしたい場合はそのままノーマルをお勧めします。ハード以上はかなり歯応えのある内容になります。また配合や育成のやりごたえも増していますと。難易度はゲームの途中でも変更できます。初心者はまずイージーで慣れてから上の難易度に変更しても良いでしょう。変更できる機会は西暦の下1桁が0または5の年になりますと。で、5年以上のプレイが必要か。2段目のエディットデータを反映するとタイトルメニューでエディットで編集が隠れたらゲームに反映します。3段目のデータ引き継ぎを行うとゲーム中時間で30時間以上プレイして所持金が30億円以上のセーブデータがあれば所持金は終わり、牧場施設の引き継ぎ有利な状態でゲームを始められますと。難易度のみゲーム中でも変更できますが、それ以外の項目は途中で変更できないので注意してくださいねと。了解。また各項目画面上部や株のボタンを押すといつでもページを切り替えられます。ただし名前を設定する項目は入力必須となります。それでは各項目を設定してください。まずゲームの難易度はイージーでいいです。エディットデータはそもそも反映しないしか選べないし、データ引き継ぎもウイニングポスト8とかないんで何もしない。これも関係ない、これも関係ない。で、次行きましょう。次にスペシャル種牡馬の登場を設定します。志半ばで亡くなってしまった馬や実際に種牡馬になれなかった馬たちをスペシャル種牡馬としてゲーム中に登場させ、 IF の、競馬世界を楽しめます。IF ね、一頭も登場させなくても問題ありませんと。スペシャル種牡馬は最大10頭まで登場させられますと。オッケーオッケー。せっかくなら10頭選んでいきましょうか。このスピードで検索かけて、キングカメハメハは欲しいよね。あと、黒船もいいね。黒船。あと絶対ディープ。でも黒船27歳かも。ゼンロブロイも欲しい。ネオユニバースハーツクライ、さあ他はどんな馬がいますか。
僕完全好きな馬を選んでるんでね。金引きりタップ、お、イングランディでいいじゃないですか。お、じゃあコスモバルクにしよっかな。で次がスペシャル繁殖牝馬か。あ、これあれか、スピード以外にもスタミナとかでも傷かけれるのか。こっち行ったらいっぱいあるわ。さっきのボバはちょっと全部スピードで選んでしまったけど、ちょっと牝馬は場面見ながらゆっくり選ぼう。これも10頭まで。あ、ダイワスカーレットいいんじゃない。ダイワスカーレット、スイップ投手をシーザリオで、次ちょっとスタミナで、いやパワーナイトマジック、ベイション、ベルガ、ラインクラフト、ダンスインザムード、川上プリンセス、アドマイアキッス、ローブデコルテ、これにしましょうか。よし、次に馬主登録申請を行っていただきます。ここではお名前のほか性別、年齢、本拠地、騎手の勝負服デザインも決められますと。2段目の振り仮名は全角カタカナまたはひらがなで入力してください。4段目の年齢は20から40の範囲に設定してください。ゲーム内で結婚できるのは50枚となります。一定の年齢引退になりますが、子孫や後継者に代替はできますのでご安心ください。本拠地は選んだ地域に所属する調教師と出会いやすくなります。勝負服以外の項目は後から変更できませんので慎重に決めてくださいね。了解。
エイトの頃はさ、名前も強、名字も強にしたからさ、ちょ、今回は変えてみましょうか。名字。冠名がマクミランやから、なんか、いや、でも冠名と似たような名前にしたらややこしいからな。どうしましょうか。いや、名字武器でええや。名字は武器。武器。武器強しでええや。あ、武器強でいいや。いや、でもなんか武器さんって呼ばれるの嫌やな、なんか。ちょっと慎重に考えよう。あ、ミンゴルの頃の、チーム名にしようか。せやな、せやな。下克上強しでいいや。あ、下克上強でいいや。振り仮名、オッケー。強っ。はい、性別男で年齢は20でいいか。20歳だったから20でいいか。で、本拠地は関西です。で、勝負服模様このバッテンにして G 色。あんまガチャガチャしちゃってせんとこう。これも同じ色でええや。こんな感じでいいかな。続いて、競走馬を生産する牧場を開設しましょう。開設地域では牧場開設
接する地域を選びます。地域によって特色が異なりますので慎重に選びましょう。エイトの頃もこの裏側、裏側やったからここでいいや。で、牧場名はエイトに引き続きブヒブヒ牧場でいきます。年初は牧場で、で牧場長か、牧場長ごとに能力育成方針特異説の存在要素のようなことになりますと。この子結構良くないか。あ、この人もいいな。この人にしよう。立花萌木さん、いやこっちもいいな。みのりちゃんにしようか。いや、こっちにしよう。いや、こっちにしよう。こっちのは顔タイプや。結局顔タイプかい。コマのみのりちゃんにしよう。次は秘書か。やよいちゃんかゆえちゃんかめやちゃん、ゆえちゃんでいいか。いや、やよいちゃんにしよう。はい、こちら手続きは全て完了となります。お疲れ様でした。選ばれず残念です。ですがその分、初年度は弥生ちゃんをしっかりサポートできるように頑張りますね。と。弥生ち、それとゆえぽん、私の分までしっかりとサポートしてあげてね。じゃあ、オーナーさん、これから頑張れよ。と。それでは、こっから先は弥生ちゃんに案内をお願いします。私も後ほど合流させていただきますね。下克上さん、素敵なオーナーブリーダーライフをお過ごしください。ありがとうございます。選んでいただきありがとうございます。オーナーの毎日が素晴らしいものになるよう精一杯頑張りますね。それでは少し、着替えてきますのでお待ちください。着替えてくるの？お、着替えてきた。改めまして、ここが私たちのオフィスとなります。素敵な雰囲気の佇まいで仕事がはかどりそうですね。肝心の牧場についてですが、現在建設中となりますので、もう少しお待ちくださいとのことでした。春頃には完成予定のようですので、楽しみにしていてくださいね。と。お前完成してへんよ。ところで現在はオーナーとお呼びしていますが、よろしければこれからオーナーは愛称でお呼びしたと思っています。なんとお呼びしましょうか。つやさん、そんなにこの人、そんなって。いや、もう、つよって呼んでもらっていいですよ。つよってね。はい。了解しました。それでは、いよいよここから、つよと競走馬たちの物語が始まります。夢は大きく、日本一のオーナー、ブリーダーを目指して、力を合わせて頑張りましょうね。と、よろしくお願いします。そうそう、
重要なことを確認し忘れていました。つよは結婚についてどう考えていらっしゃいますか。もう早速結婚できるの。出会った方との有効度を最大限に高めるとプロポーズできます。結婚してご家族が増えると、競馬の職業に就職させたり後継者に任命したりできますよ。今このまでお見合いもできますか、どうされますか、と。じゃあやってみる。あ、えなちゃん、エイトの頃あの足毛のうちの馬が出走したら応援に来てくれたえなちゃんやん。へえ。あ、やっぱり天でも一緒なんや、足が好きなんや。やばって、まだ早い。まだ早いわ。後からでもできるでしょう。先ほど申し上げた通り、初年度は私たち2人が力を合わせて馬主生活をサポートします。一緒に頑張ろうね、ゆえちゃんと。やよちゃんと一緒に仕事ができるなんて夢みたい。もし分からないことがあれば何でも私たちに聞いてくださいね。新馬など会話中の紫の文字は四角ボタンで用語説明が表示されます。表示中は×ボタンで競馬用語辞典に移行、丸ボタンで表示を消すことができます。へえ。では早速馬主としての初仕事といきましょう。まずは何といっても競走馬が必要です。だよね、やゆいちゃん。うん、競走馬がいなければ馬主として活動できないわ。いわば開店休業中になってしまうから早く競走馬を入手したいところだけど、そのあたりに抜かりはないよ。馬主さんから競走馬譲ってもらえるよう段取りを詰めておいたから。さすがゆえちゃん、仕事が早いね。褒めても何も出ないよ。今回これからの競馬界を担う新しい女のために心優しい馬主の方々が、えりすぐりの馬を提供、してくださいました。クラシックレースと戦える3歳馬とある程度成長して大御堂路線に挑戦できる小馬のどちらか1頭を譲っていただけるそうです。と、初めての方はすでに実績を残している小馬を始めるのが良いでしょう。また3歳馬は小馬クラシック、牝馬クラシックの路線の馬がおすすめです。3歳だと路線の馬はかなり上級者向けですのでご注意ください。確かにね、桜花賞、秋華賞、オークスとかね、皐月賞、ダービー、菊花賞、全部芝ですからね。現在の所持金は画面の上に表示されている20億円です。各馬の購入費用は能力に応じてそれぞれ金額が設定されています。高額の馬ほどより活躍が期待できそうですよ。候補馬には一頭一頭に個性があります。詳細画面からコメントを押すとそれぞれの個性が分かりますので参考にしてくださいね。ちなみに選択した馬の事情については新しい調教師の方との協議の上決定します。必ずしも現在表示されているレースが事情というわけではありませんのでご注意ください。それでは譲ってもらう馬を選んでください。やっぱりクラシックかな。この5頭からか。
気を抜いてしまうんか。いや、いいえ。あ、戻りすぎた。あ、でも牝馬この子しかいいひんか。最初はなんか牝馬の方がいいねんな。まあ、いっか。この子にしようか。もうカーミルミは決まってるんです。もうマクミランで行くんです。マクミラン一番最初の馬やからね、いい名前にしたい。マクミランイザナミにしよっか。マクミラン、マクミラン、レベッカは、あ、マクミラン、レディでいいや。オッケー。マクミラン、レディ。オッケー、これにしよう。素敵な名前だと思います。次にマクミラン・レディは扱っていただく厩舎ですが、リットトレ線の、なんて呼ぶの、入り船さんって呼ぶのかな。なお建設中の牧場は3月の1週目に完成予定です。完成が待ち遠しいですが、まずは今のうちに他の準備を進めておきましょう。はい、ここまでの手続きでお疲れかと思います。マックミランデリーに会いに行きたいところですが、それは来週にしましょうか。了解です。オーナーさん、無事に相場を手に入れられてくれたね。それと、二人とも説明お疲れ様。うん、ありがとう。メアちゃんの分もしっかりサポートしなきゃだからね。それじゃあ、ヤベちゃん。というわけで、つよ。早速ですが、私たち三人から特別なお願いがあるんです。というのも、下克上さんがこれからオーナーブリーダーとして活躍していくにあたって、目標があった方が良いと思いまして、これはうちらの願いでもあるんだけど、やっぱり下克上さんとその相場には、競馬界の主役として活躍して時代の中心になってほしいんだよねと。うんうん。とはいえデビューしたばかりですと、何か手をつければいいのかわからないと思います。まずはこちらをご覧ください。じゃん、人気ランキングです。これは現役競走馬たちの人気の順位を表したものなんだよと。下克上さんには馬主生活の1年目の目標として、年末の時点でマックミラン・レイの人気ランキング40位以内を目指してほしいんですと。この目標を達成するのには、ただ勝つだけじゃなくて、時にはファンの期待に応えていくこと、そして1年を通じて活躍し続けることも必要になるんだ。そしていつかあのディープインパクトを超えるようなアイドルホースを育てられれば、日本中に空前の競馬ブームを巻き起こせるかもしれません。そのための具体的な方法は、うちらもこれから一緒に勉強して伝えていくよ。本当に高い目標だと思うけど、下克上さんならきっとできると信じてるよ。
私たちも全力でサポートしていきますから、一緒に頑張っていきましょうね。はい、よろしくお願いします。こんな感じで、ランキングがね、この子は何位？11位、5位、30位って書いてるけど、コバ路線と総合ランキングで分かれんの？なんか分からんけど、ええや。時代を超えて人々に愛されるような名馬を育てられたら、想像するだけで若くしますね。強の手腕に期待しています。それでは今週はここまでです。メインコマンド、人、情報、馬主、家系図が解放されました。やることがなくなったら、画面左下の矢印型のコマンドネクストを押して進みましょう。通常の演出にするか短縮するか、最初は通常の演出にしようか。これさ、上の方なんか切れてへん、なんか画面なんかちょっと上の方画面切れてるんやけどまあいいわ。お、大鳥もいるし、え、朝比奈さん、あれな、オーナーになったん？へえ。赤石さんもいるね。あ、瀬川さんもいる。朝比奈さん、オーナーなったんや。すごいな。エイトの頃僕の秘書やったのに。確か秘書やったよね。家系図。まだ僕一人だけ。まあ、調教とかはできひんのかな。ってところでね、ウイニングポスト102024、下克上つよの、馬主生活が始まりました。これからはこっちのウイニングポスト10で、エイトの頃みたいにね、頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。では、この続きはまた次の配信でお送りします。ご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。